スラッと感欲しいよね。で奥にも並んでる予感が分かれば。ちょっと斬新な映像になってます。お弁当箱越しの日本語。中3です。ほんまや。ほんまやね。新中3は。中3です。どうする受験だよ。あー、考えたくない、考えたくない、考えたくない。気分を上げるための、あ、待って、シマウマがいる。シマウマ、シマウマ、シマウマ、ごめん、ごめん、いた。いたせのシマウマ。私のシマウマちゃんです。かわいい。キリンもいるよ。こっちの方がいいよ、多分。なんか間違いした。はい、何言ってんの、何言ってんの、何でそうなの。でもこれかわいくない、かわいいけど、ボルドーっぽい色が。でもこっちかわいい。え、それだったらミルクだよ。ええいや、知りたい。ちょっと小学生なの。かわいくないですか、これ。かわいい。でも、私、ルル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 ルすいません、選んでもらっていいですか。その二人さっきはずっとふざけてるんで、退場させますよ、退場。デイジーとドナルドです。でもおしゃれだね、それなんか。おしゃれですね。ノート、大人っぽい。ノート、ノートです。へぇ、ちょっとちっちゃくてかわいい。ミニもあります。なんかおしゃれ、じゃん、なんかおしゃれ。寿司の、はい、寿司好きなんですか。好きです。リアルだなとか思って一目惚れです。こっちはモフモフしてるし、うん、これもチャーム、あ、これもキーホルダー、はい、これもバッグにつけるの、はい、なんか誰も持っていなさそうで、なんかこういうの結構好きなんで、うんうん、個人的にはこっちの筆箱の方が好きなんですよ。どうだろう、もう片方にしては、うん、シンプルな透明のケースにしたらおしゃれにまとまるけど、そう、おしゃれにまとまるけど、でも個人的にはこっちの方が好き。どっちにしよう、迷ってます。今回は私は、海外ガールをテーマにして作ってます。で、なんかテーマは、テーマじゃない、メインカラーでピンクをいっぱい散りばめてカラフルにしたりとかしてます。じゃあピンク系が多いの。ピンク系、ほとんど全部ピンクです。あとは、なんだろう、何、実用性、何、すごい使いやすい、噂があるものとか評判が、口コミがいいやつとかね、そうとか選んでます、はい。見つけました。これノンノンがめっちゃ あれですよね。これさっきなかったんですけど。じゃああれじゃん、新規追加されたんだよこれ。それが誰かがちょっといいなと思ってキープしたのが出てきたね。あ、ちょっとキープしてきます。キープ。新学期の目標は女子力を高めるです。どう高めるの？前までハンドクリームとかはつけなかったんですけど、うんうんうん、この間友達がくれてから、うん、ハンドクリームっていうのがあるんだっていうことに気づいて、うん、っそっからアプリとかも入れるようになって、うんうんうん、っと目覚めていきたいと思います。美容系にね、はい、美についてね、はい、キスするからこっち見て。だからこれだって、これサラちゃんの前こうじゃん、私の前こうね、なんか優しいでしょ。もう一回でも一回でも、するからこっち向いて。ダメダメダメ、絶対ダメ。なんで怖いな、キスするの。で、なんでなんで逃げてんの。本当に怖いんだってこれ。怖くない、分かった、もう一回いくよ、キスするからこっち向いて。だからそれですね、そこで気にするの。当たったって今。当たってない、音が鳴るぐらい。いくよ、キスするからこっち向いて。そう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 。